一山麻緒、最後は苦しんだ、しかしフィニッシュ、2時間21分10秒、大会記録を超えてみせました、大会新記録です。やっぱり今日は日本記録っていうそれだけのために、練習やってきたので、いつも、私と同じ気持ちで目標に向かって最高のサポートをしてくれるあのワコールのスタッフなので、本当は一緒にあの喜びたかったんですけれども、そうですね、残念でした。あ、パクチーは嫌いですでもそれぐらいですかね、あまり、あんまりないと思います。好きな料理とかってあります？好きな料理はでも煮込んだ魚とかは好きかも。いいですね。ちょっとグロいけどでもまあ好きです、好きです、はい一たび走り出せば彼女は人が変わる。時計もすごいタイムになりそうだ。3人目の代表の座、一山麻緒、東京オリンピック出場を見事に決めました。日本国内レース最速タイムを記録した一山麻緒、東京オリンピック代表最後の一枠をつかみ取りました。いや、私はあんまりなんか陸上にあんまり染まりたくはなくて、普段はあの普通の女の子でいてたいので、でも陸上ってなんか結構スタイルキープできるから、いろんな役も着れるし、あのそれはすごいいいなと思います。はい、常におしゃれで美しくありたいと願う23歳。陸上競技一色に染まることを嫌う彼女が、なぜ走ることで自分を追い込むのか、そこには確かな理由がありました。高校時代は無名のランナーでした。オリンピックに出たいという思いを胸にワコールに入社しました。予選突破。予選突破しました。ありがとうございます。4大会連続オリンピック出場を果たした福士加代子と練習を重ねる中で、秘めていた才能に磨きをかけてきました。すげーって思いますね。そこはちょっとつ盲信なんじゃないの分かんないけど、まっすぐなんじゃないですか。何にだろう、強くなること、速く走ることとかですかね。びっくりするぐらいまっすぐですけどね。もっと強くなりたい。もっと速く走りたい。
その思いは陸上競技を始めた頃から変わらない。小学校の運動会でどうしても勝てないバスケ部の女の子がいたので、その子に勝ちたいなと思って、はい、陸上部に入りましたね。運動会で一番が取りたくて入りました。はい、天性の負けず嫌いを武器に急激な成長を見せていた彼女。初めてかもしれないです、もしかしたら。もう初めてかも。はい、似合うって言われたから嬉しかった。その一方で心は揺れ動いていました。彼女に期待しているからこそ、監督の永山は常に高い要求をしていました。もっともっとという考え方しかない。指導者がきついと思ったら、どん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 練習甘くなるじゃないですか。ちょっと監督、思ってることを言えない自分もいたりして、こう言われっぱなしでこう言い返したいけど、こうぐっとこらえてる自分がちょっときつくなったりとか、そういうのありました。やっぱなんか結果すべてだって言われる競技なので、どうしてもちょっと結果を出さなきゃと思ってしまいがち。まだ自分の弱さには気づけていませんでした。上位2人が東京オリンピックに内定する MGC、 序盤から飛び出しハイペースなレースを仕掛けます。しかし13キロ過ぎから急激に失速。自分の思い描いた走りはできませんでした。このままでは強くなれない。悩んだ末にたどり着いたのは、本当の自分をさらけ出すことだった。でもやっぱり自分の思ってることを監督にも言えるようになったっていうのが一番大きくて、なんかそれまではやっぱりどうせ言ってもダメだろうなみたいな、勝手に決めつけちゃう部分があったので、はい、そう決めつけないでまずは言うことみたいな。はい、まあ、なんか自分からアルバカーキに行って合宿したいですって言ったら、まあ、監督もすぐ引き受けてくれて、そういうものならいいぞってすぐ、はい、スタッフもみんな準備してくれて。他人から見たらちっぽけなことかもしれない、でも彼女にとっては勇気ある一歩でした。ナイスラン。1分35。頑張ったじゃん。ありがとうございました。はい。前に出た、前に出た、ペースメーカーの前に出た、一山が前に出ます。もう頃の私とは違う。もう一回、もう一回。
15秒。いけるよと確信に変わったかもしれません。永山監督、その思いを受けて一山麻央22歳が壮絶なレースを展開しています。こんな喜びがあるなんて知らなかった。はいはい、よく頑張った。そしてもう一人感謝を伝えたい人がいました。やっぱり福士さんがいなかったらもう今の私はもういないと思うし、福士加代子と共に走る最後の駅伝が迫っていました。長年福士が勤めてきたエース区間を初めて任されました。一つでもいい順位でアンカーの福士さんに襷をつなぎたい。無我夢中で走りました。3人を抜き3位で競技場に戻ってきた福士。ゴール直前で抜かれたものの区間2位の快走でした。憧れの人は最後まで周りを笑顔にしていました。私がいるのはやっぱり福士さんを見てきての今だと思うので、今まで福士さんが結構なんか背負いで来てくれてたので、今まで、はい、思うなら大丈夫っていう風に思ってもらえるたいですね。はい、私もこんな人になりたい。私はたくさんの人に支えられている。走ることが何よりの恩返し。自分が今までのタイムよりもっともっと速く走るごとにやっぱり喜んでもらえるので、
うん、その笑顔とか喜んでる姿見たいくて、うん、やってるかな、うん、うん、自分のためだけには頑張れないですね、うん歌いたいっていう気持ちが原動力になってるかなと思います。でもそれが全てではない。その先に自らが成長していく喜びがあるから私は走る。30秒前。第40回大阪国際女子マラソン、今年は長井公園の周回コースに乾いたピストルの音が響きました。一山麻緒、日本記録を更新するペースでレースが進んでいます。一山麻緒、記録更新に向けて一番の正念場を迎えています。この苦しい現状を乗り越えていけるメンタル、これを身につけた一山。さあ2時間21分18の壁を越えていて一山、さあ最後の方だ。今指を指した川内優輝、ヤンマースタジアム長井へ一山麻緒が今戻ってきました。耳をつんざく大歓声も万来の拍手もありません。異例の周回コース、それでも日本記録に挑んだ超高速マラソン、16年間破られることのなかった2時間19分12秒の壁に立ち向かうレースでした。名古屋から10ヶ月、速さにさらに磨きをかけてきた一山麻緒、日本記録の壁は確かに高かった。それでも日本記録に挑んだこの挑戦は世界で戦う糧となることは間違いありません。大会記録2時間21分18秒、その更新は間違いありません。大会記録更新に向かって最後のストレートに入ります。一山麻緒、速さにさらに磨きをかけて最後に1秒を絞り出す、そしてその一滴を削り出す、そういった最後の直線コースになりました。2時間20分台は超えて2時間21分台でのフィニッシュになりそうです。あとは大会記録2時間21分18秒を突破できるかどうか。一山麻緒、最後は苦しんだ、しかしフィニッシュ、大会記録を超えてみせました。大会新記録です。今日は日本記録っていうそれだけのために、練習やってきたので、そうですね、今は悔しいですね、はい。いつも
私と同じ気持ちで目標に向かって最高のサポートをしてくれるあのワコールのスタッフなので、本当は一緒にあの喜びたかったんですけれども、そうですね、うん、残念でした。もっともっと強くなれるようにこれからまだまだ頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。嬉しい、それは。あんまもらうことないんじゃないですか。わざわなんか大会とかで、あ、でももらうとしたら大会とかかな。うん、ください。さっき悔しいって言ってたんですけど、はい、日本記録にこだわる理由みたいなのが、なんでなんですか。目指してるから。目指してる。やっぱ嬉しいし喜んでもらえるから出したら、うん、今日の結果でもだいぶでも皆さん喜んでましたよ。喜んで